もやしを育てて枝豆を作りました。こんにちは、空の香りです。安くて栄養の高いもやしは高確率で冷蔵庫にある身近な食材ですよね。中でも大豆が発芽したもやしは成長する過程で枝豆になるそうです。なのでスーパーのもやしからも美味しい枝豆になるのか育ててみることにしました。この豆もやしをペットボトルとヤシ殻を使って水耕栽培で育てます。途中で2組に分けて収穫量が倍増すると言われる育て方との比較もしてみましたので、ぜひ最後までご覧いただけますと嬉しいです。では始めます。まずですね、もやしの袋から太くて元気そうなものを選びます。ちなみに緑豆もやしだと違う豆になってしまうそうです。それはそれで興味がありますけれども、今回は間違いのないように大豆もやしと書いてあるものを選びました。枝豆栽培について簡単にご説明しますと、種まきの時期は4月上旬から5月上旬、生育温度は20度から25度、収穫時期は種類にもよりますけれども7月から9月だそうです。6本のもやしを選びました。この子たちを植えていきます。容器にする2リットルペットボトルの上部をカッターで切断します。切断をするときはですね、力を入れて一度に切ろうとしないで、まずは薄く切り込みを入れていきます。 2,3 回繰り返すとスッと刃が通るようになります。上部を切り離したらヤシ殻を入れていきます。ヤシ殻はダイソーの水で増える培養土を使っています。水切り袋の中で戻すのがおすすめです。水を吸って膨らんだら、何度か油水でヤシに残っている塩分を抜いておきます。一個ずつ水切り袋で戻すとペットボトルに入れるのも簡単ですし、余っても保管が楽です。この増える培養土の場合、一つのペットボトルで3個ぐらい使います。このように途中でトントンしながら間に隙間ができないように詰めていきます。ヤシ殻が入ったら割り箸を刺してもやしを植える穴を開けます。もやしはそのまま植えるのではなくて、茎を切断してからヤシ殻に刺します。そもそもここは茎だったんですね。今まで意識しないで食べていました。こんな感じで6本を植えてですね、水をペットボトルの半分ぐらいまで入れました。これで新しい根っこが生えて成長してくれるかなと思っていたんですけれども、朝起きたらこんな姿になっていました。一体なぜでしょう。抜いてみるとですね、埋まっている茎の部分は元気で、地上部がしおれてしまっているので植え方に問題があったようです。もう一度植え直すことにしました。今度は豆の頭だけを残して、あとは全部埋めることにしました。今度はかなり念入りに行っています。水分は上から霧吹きをかけることにしました。それから6日後、今度はしおれていません。豆も緑になってちょっとたくましくなった感じです。植え付けが成功したみたいで安心しました。翌日には豆が開いて中から芽のようなものが出てきました。順調に成長しだしています。この頃からお水を液体肥料に変えました。栽培スタートから12日後、ここで間引きと移植を兼ねてある実験をしてみます。ペットボトルをもう一つ用意して2本ずつで育てるんですけれども、枝豆は根っこを切り取る断根と茎の先端を切ってしまう摘心をすることで収穫量が倍増するそうなので、移植をする子たちに試してみることにしました。まず5本あるうちの1本は生育が悪かったのでハサミで切り取りました。移植をする子たちは慎重に引き抜きます。思ったよりもたくさん生えているので、これを切ってしまうのは勇気がいります。
ちらの子は長さも結構あります。でもたくさんの収穫を夢見て思い切って切ってみました。芽の方もパツンと切ってしまいます。この断根によって株の栄養が根から吸収されやすくなって枝豆の生育を促進するそうで、摘心は茎の分岐が促進されてより多くの花や豆の生産が期待できるそうです。成長を促進するために過酷な試練を受けた2本は新しいペットボトルに植えてあげました。こうして2つに分かれた枝豆のそれぞれの成長を見守っていくことになります。それから5日後、2組とも元気です。摘心された子たちはけなげにも新しい脇芽が出てきました。そして栽培25日後の様子です。ダイソーのベジタブルバッグという麻袋にペットボトルがちょうど2本入りました。物対策にもなっていい感じです。成長はというと、左側が断根摘心をした子たちなんですけれども、この時点では根っこと先端を切った分、単純に成長が遅れているようにしか見えません。これから急成長するのでしょうか。さらに1ヶ月が経って7月になりました。小さい紫色のお花が咲いて、その後に枝豆の鞘ができています。葉がなんとなく虫にやられている感じがするんですけれども、成長に影響があることでもなくて、虫の方も見かけることはありませんでした。まだこの時点でも断根摘心をしなかった子の方が大きく育っていて、鞘もたくさんつけています。栽培から56日後、それにしてもスーパーで売っている枝豆とは違って実のつき方が随分少ないようです。東向きのベランダなので日照が足りないのでしょうか。もう遅い気がしますけれども、できるだけ南側に置いてあげました。そして栽培から76日後の7月下旬、もうこれ以上大きくなったり実をつける気もしないので収穫をすることにしました。大収穫とはいきませんでしたけれども、初めての挑戦なので無事に取れただけ良しとしたいです。根っこの様子を見てみます。左側の断根した方は切らなかった子に比べて根の張りが少ないです。収穫量も少なかったので、ただいじめただけの結果になってしまいました。なぜなのか、どなたか教えていただけると嬉しいです。取れた枝豆は茹でて美味しくいただきました。栽培自体はとても手がかからなくて簡単でしたので、また挑戦したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。